どうもこんにちは、リュウボンです。ハッピールーム続きやっていきます。さあ、今回は左上のチャレンジ、詳細ロケット。彼は大きなものに飛んでる間に、重力ロケットによってダミーをヒットというね、わけのわかんないね、相変わらずな、ミッションだが、こいつの方やっていこうと思います。ちょっとずれてんな。おそらくこれに乗ってる間に、10回このロケット当てればいいような気がするので、ついてく？行った行った行け行け行け行ったー、いいね、超面白いね、この絵的に面白いわ。うおボコボコ、これ面白いまた乗ったし、ウケるね。ちょっと壁にの行くのがもったいないかな。ちょっと誤爆、おー12000ダメージ与えることによって、またね、一個チャレンジが解放されるみたいですね。で、私たちは火星にこの部分を送りします。大きな飛行ロケットにダミーの作品を残す。マジで？多分、ダミーの作品だから、え？ V を結構、損させてその部位を運ばせるってこと？そんなことは可能なの？ちょ、わかんないけど。ちょっとわかんないわかんない。いや、それは、難しいんじゃないかな。部位って大体ね、端っこの方飛んじゃうんですけど、飛んじゃうんですよ。なので、ちょっと、端っこの方にその、作業スペースを、作ってあげて、ちょっとこれいらない。で、お前も、596ドルしか残ってないじゃん。何もできねえ。ちょっと。一旦上は、良くて、で、作業場、つったらね、あれなんでメースが、今、ね、光ってたんだろうか。よくわかんないけど。で、一番手っ取り早いね、早い、破壊の仕方が、今のところ俺はこれかなと思っていて。うん。で、ちょっと待ってね。で、これは、これあれかもね。このロケットってさ、このワープとセットかもしんないね。セットってもう、うん。逆か。なんだろう。もうこれありき。ずーっと飛んでなくちゃいけないから。壁に当たったら多分おしまいなんで。そんな気がしますね。なんでこれは赤いんだ？これだけ。なんでだろうね。まあいいか。うん。で、1700。この状態で、まあ、地雷をね、これだけ置いていくと。これだけでかなりのダメージと、欠損を狙えるんですよね。ちょっとね、失敗しましたが、ラッキーだと言ってくれるけど、これはもう無理なパターンだね。いけ！どの辺で爆発すんだろうね。どこ行った？あ、乗っかった今、乗った今、見た見た、ほら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 面白いね、そんなことできるんだね。いいじゃないですか一緒に爆弾がね、帰ってきましたけど、うん、よかったですね。さあで、それは冗談ではありません。それは科学的な件。ダミーは大きなロケットに乗ってる間に火災、ああ、これだ。これ、言ってたやつですね、前回。で、前々回ぐらいかな？もう、もはやね、わかんなくなってきてしますけど。で、これは、もう、あこれは、もう、単純な、ね、そのまんまですね。で、火災、落雷、ピラニア3なんで、それ並べればいいだけの話だと思います。
なので、順番通り行きましょうか。行ったね。火災。ファイヤーガン。ね。で、ファイヤーガンをまず、乗ってる間だからちょっと話した方がいいかもしれないね。で、火災、落雷。この順番じゃなくてもいいよね。この順番じゃないといけないならちょっとめんどくさいからちゃんとね、やるけど、最初。うん。火災で、ピラニアさん。やって書いてあるからな。ピラニアやさんっていうような書き方をしてるので、多分関係ないと思うんだけどね、順番は。で、3は ?3 は、この辺か?で、最後に3。こっちに持ってきたらなぁ。できない気がするけど。で、最後。テレポート。まあ、このテレポートは必須ですね。最初にね、このチュートリアルで教えてくれたので。燃えた。はい。行った?行かない。ダメか、やっぱりな、思った通りだわ。3がね、遅いんですよ。一発で OK したかったけどね。ダメだなぁ。いった。よし。悲惨だな。よし。はい。いいじゃないでしょうか。1万2000。まあ、これは後でね。で、2秒、ファイヤーガン、あ、デストレイを使えと言ってきてますね。さあ、新武器デストレイ、一体何なんでしょう?全く使ってません。これ。ブラックホールとか。見ちゃダメ。まだまだ。なんだ、これは。ちょっと待ってね。どういうものなのか全くわかんないので、一旦ぶつけてみる感じにしましょう。うおこれすごいな。で、三つのデストレイを使用してくださいと。これは、触れたら発動すんのか?だとしたらちょっとメイスさんがまたね、役に立ってくるのかなってちょっと思ったんだけど。近づいたらだったらめんどくさいけどね。仕掛けのあれを理解しないといけない。ちょっとこれ近いな。どうすか?あー。いた。なんか今、体の部位が大変なことになってたけど。まだ1個目だからダメだね。はい、2つ目。あれ ?3 デスレイ。あれもういいじゃんこれ。いいのに。なんで ?3 デスレイ。逃げ決めってことか。じゃあそんな難しくないね、これね。やっぱチュートリアルかな。そういうわけで、あれだね。このメイスいらないってことに気づきましたね。とりあえず当てりゃいいっていう。で、こういう時ね、俺最近気づいたんですけど、テレポートをね、置くと、このなんつうの、右にやりたい時、こいつを右に連れて行きたい時だけならば、テレポートの方が、再現なくね、連れてってくれるので、こっちの方がいいんですよ。なんか、こんな感じで、やっておけば。で、漏れね。もし、ここからはみ出たら、みたいな感じでこれやっておけば、問題ないという感じですね。はい。激しいな一瞬で右に行くのがいいな。あ、左に行くのが。
さっきあまりにも強力すぎて腕がちぎれそうになってたよね。グラフィック上で。あー、取れた取れた。あ、終わった。ブラックホールが来たね。あ、もう動かないね。よしよしよし。まあ、使い切れってことだね、つまり。2秒、ファイヤーガンプラス、レーザーとデストレイによる、損傷ということで。うん、まあ、もうほんと、こっち系めんどくさいよね。ファイヤーガン。ファイヤーガン。で、プラス、レーザーとデス、あ、だから、単純だわ、これ。非常に単純。で、これもちょっと厄介なんで置いて、こいつだけに絞らせて、で、ファイヤーガンとレーザー。レーザー。これでいい。2秒。2秒持てばいいから。ほら。うっそ!くっそ。そうっすか、そうっすか。2秒って結構長いんすねーって思いました。あれだよね。継続じゃ、継続じゃなくて、あれでいいよね。その、蓄積で。よし、いいんじゃないこれで。行くだろ。あと一回。持てよ。あれ?ちょっと待って。こいつ2発しかないのか。しょうがないな。あんまやりたくなかったけど。あれ?違う。2発しか撃ててんだ、こいつ。じゃあ、作戦変えるだけよ。増やす。単純に。うん。で、一応念のためね、レーザーも増やしといて。うん。これいいんじゃない?これで。いけ。頼むぜ。よし、いた。ブラックホールのすべての料金を使用って、あ、多分あれだろうね。この段数のこと言ってんだろうね、料金って。あ、何これ。ジャンパー、死の光線、ジャンパー、銃、アンダ、ダミーは、ちっとわかんないね。銃が何の数字を表しているのかをね、理解しないと。10ヒッツか。by a jumper while ダミー is a death ray。10ヒッツ。バイ、あ、ジャンプ、10ヒッツ、当てろと。ジャンパー、ワイル、ダミー、イズ、アンデスレイ。デスレイに、デスレイ食らってる間、ジャンパーを10ヒット当てろ?もしかして、まさかな?そんなやり方ができんのか?わかんない、わかんない。全然わかんないけど、と、わかんないけど、ジャンパーで、ジャンパーを、あ、壁を置けるね。ジャンパーを壁に置きます。かなってちょっと思ったんですよ、これ。バー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 ってなんのかなって。あ、やっぱそうだ!当たり!で、これが、うん、足りないので、もう一個、もうワンセット置きましょうってことですね。あ、こんなことができんのか。面白いね。で、あとはもうこれで達成ですよ。うん、あー、もったいね。上がもったいなかった、今。オッケー、達成。まあ、大したダメージ入ってないですけどね。ステーク、ブラックホール、ファイヤーガン、ステークって、ステークって多分、あれだよ。クイじゃない?ね。なんかそんなことを前、リスナー教えてくれたぜ。なので、そのまんま、これでいいんだよ。
知らないけど。あー、ちょっと違うな、イメージと。あ、違うな、それも。よし。うわー、動かねえ。ね、ちょっとこれ、こういう感じで行きましょうか。で、これいらない。これで行こう。なんで、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 あ、ブラックホールって書いてあるじゃん。ブラックホールでしょ？ブラックホール、あ、もうブラックホールだね。時代に取り残された人みたいになっちゃった。さあ、ブラックホールも行くぜ。すげえ。ちょ、一回。おー。これは、これで一撃か。で、ちなみに、これは、当然ながら、この場所を通過すると起動でいいんだよね。合ってるよね。だね。ほうほうほう。オッケー。で、ちょっとさっきのもう分かりきってるやつをやってしまいましょう。クイ。あ？クイ。で、ファイヤーガン。うん。いいじゃん、これで。はい。これはね。うん。で、12手裏剣はブラックホールを通って飛ぶ。通るってどういうことだ？そんな面白い機能があるってことか。手裏剣。12だから、ちょっと量が多いね。手裏剣。これを、ちょっとこんな感じでいっぱいつけましょうか。で、このクイーンもいらないね。で、ブラックホール。どういうことだろうね。ブラックホールが発生しているときに、いや、違うな。ちょっと動きをよく見よう。シュルケンの方の。あ、なるほど。シュルケン帰ってくるんだ。面白いね。これは面白いね。で、これね、ブラックホールで4000ダメージってなってるじゃないですか。ブラックホールもう起動してないのに蓄積していたので、結構楽かもしれないですね、これ。うん。まあいいや。で、ブラックホールのすべての料金も使用。相変わらずね、もうめちゃくちゃな役ですけど。まあ、これは、そんなに難しいことじゃねえかなって俺は思ってるんだけどね、勝手に。うん、これで達成かなーって思ってんだけど。全部で3発でしょ？すげえな、これ。一回さ、壁にさ、ついちゃったやつも、戻ってくんだったら面白いのに。本来だったら、もう、失敗のはずの手裏剣がさ、あれ？料金しようって。あ、オッケーオッケー。はい。2秒で8ブラックホールをアクティブ化。2秒！無理くない？で、8でしょ？ 8 ってさ、8ってさ、相当だけど、もしかして、だけど、もしかしてだけど、モンスターとかでも起動するんじゃないか？これ。いや、そうだよね、確か。モンスターで、無重力のやつが確か起動してたから、これ、正解、いや、8？ あ、5モンスターズ。いや、普通に金足んねえんですけど。無理ゲー。無理ゲー。起動しない。
2秒で8ブラックホールをアクティブ化。どうすればいいんだ？ 2 秒。とにかくこいつ一人じゃ無理だわ。まず。何か考えないとね、方法。全く思いつかないけど。あ、4000ダメージいくんじゃない？いった。もう今、見てるだけだったわ。で、このブラックホールで5モンスターズを収穫っていうのは、まあ、それはね、モンスターはあと1匹持ってくればいいだけなんで。全く。で、床、天井、壁、上のジャンパーをでダミーをヒット。これ超簡単だね。なんか今になって低レベルの、チャレンジがね、なんか出てきてますね。思い出したかのように。OK？ おいでおいでおいで。OK。100地雷を爆発。100。あ、いけるか。ただ、いかに、この辺のね、こいつらを、使わないでね、やるかなんだけど、まあ、もしかしたら俺が最初の頃やってたような、なんだろう。この、これね、最初の頃じゃないか別に。こいつをもうもはやつけないで、全部ね、全金額、この地雷に振るぐらいのことをしないといけないのかもしれないですね。うん。そうなったらちょっと難しくなってくるんですけど。100でしょ？75ドルだからさ、普通に考えて7500ドル分だから、多分大丈夫だと思うんだよね、これで。あれ、全然ダメ？おい！マジか。まあ、こういうこともありますよ。言ってくれよ。まあ、言ってくれ。せめて全部で何個やったのかなんていちいち数えてないから。あ、言った言った。まあ、それそうだよね。金額、ね、かける100だからさ。お、あとちょっとだったんだ。あ、これいけるじゃん。やろうぜ。これ、左上の。12000。もうこれあとちょっとやで。本当に。いけいけいけ。いけいけ、マジで。いった。楽勝だったね。こいつも、まあ、意味ないけどね。もう絶対達成しないんだよ。この、右の方はね。こんなやり方じゃもうダメになってきてるんで。さあ、で、やってないのがいくつかなかったかい？ブラックホール、あ、やったか。あ、これで一応一旦全武器は揃ったんだね。プラズマガン。そして、ビッグロケットと。OK。ではね、今回はこれで終わりにしたいと思います。次回以降ね、ちょっとこの辺のやつをチャレンジしていきたいと思います。それでは、最後までご視聴ありがとうございました。またな。